目的地福岡市区今泉。今泉、はい、あもうすぐですよ。もうここ道渡ったら今泉ですよ。あ、もうすぐですよ。今泉三角公園見えてきた。あ、もうこのそばですよね。僕も初めてなんで、なんか新しい店らしいんですよね。あ、そうですか。はい。いや、じゃあちょっとあの車別のところに止めますよ。了解です、了解です。もうこの辺りで三角公園そばです。三角公園ですよ。そうですね。さすがに暑いから誰も座ってないね。確かに。確かに。春の季節とかさ、これ桜だからさ、結構あのお弁当食べてる人とかいるんだよね。ああ、いますね。そう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 。もうその先みたいですけどね。その先？ああ、俺いつも通ってるよ。どこだろう。あ、ここです。ここ。うどんって書いてある。はい。ゆうとん、うとん。そうそう。そう、ここ。うわ、知らなかった。そうです。ちょっと、まだ出来たてじゃない？そうだと思います。新しいはずです。中米、博多うどん、中米。はい、オープンしたばっかで花ですね。ね、はい、ここになんかお昼3時からちょい飲みできます。ちょい飲みもできるんやね。だからやっぱ今泉っていう場所柄だよね。なるほど。ここら辺はちょい飲みっていうのも一つ武器になるから、うん、ちょっとたださ、大丈夫なの？いや、かなりのなんかあの高級なお店に見える。なんかほんとなんか確かに俺たちが行ってるうどん屋さんとはちょっと違うよね。ちょっと、うん、確かに違う。ちょっと行ってみるか。お願いします。まあ、ただうどん屋さんはね、挨拶に行っとかないとね。そうです。もうだってもともとうどん100軒やるっていうので。確かに。まだ25、6、30ぐらいですからね。あ、そうですか。すみません、あの実はですね、私あの中島と言いまして、よかった。いや、もうね、うん、7月8日にオープンしたんだって。まだじゃあ1ヶ月経ってない。経ってない。いや、楽しみ。結構でもね、もう2時前じゃない？結構皆さん、あの、楽しみ。失礼します。お願いします。うわ、楽しみ。結構多いよ。めちゃくちゃ多い。こんにちは。うわ、めちゃくちゃ多い。美味しかったですか？どうも、美味しかったです。どうも。こんにちは。うわ、めちゃくちゃ。いいですよ。はい。うわ、ガグ。すごい。おしゃれだね。おしゃれ。めちゃくちゃおしゃれ。ほんと。すげえな。いや、俺もう今この時点で120点です。あ、すいません。ありがとうございます。うわ。え、その7月8日にオープンしたということですけど、はい、博多うどん、はい、ずばりこうどんなうどんの特徴なんですか？他にはない博多うどんですね。もうやわいけどつるっとして、でもコシも少しだけあるような、つるやわ、つるやわ、もち。これほら、彼女の胸見て、やわ、もち、つる、うどんキングになりたいって書いてある。あ、本当だ。そうしたらちょっと我々もうどんのプロですから。いや、まあ間違いじゃない。間違いじゃないですね。食べるプロですよね。あの、何が人気ですか？うちのおすすめは柏ごぼう天うどんがおすすめです。柏ごぼう天うどん、はい、なるほどなるほど。他に人気があるのが、今夏で暑いので、うん、スペシャル鶏天ミックス、こちらスペシャル鶏天ミックス。ちょっと大分出身の君にとっては美味しそう。あ、いいじゃないですか。もうあ、いいじゃないですか。早いね。これ、うん、もうこれいきましょう。わかりました。じゃあ、柏ごぼう天と、スペシャル鶏天ミックス。あ、これ、あ、柏ごぼう天で、はいはい、そして
最初巻物もあるのでおすすめはしてます。わかりました。巻き寿司ですね。じゃあ巻き寿司頼むか。巻き寿司行きますか。あ巻き寿司せっかく どれ巻き寿司さっきのこのままでは鶏天ぶっかけにでも。ああはい、鶏天の鶏天ぶっかけ。すげえ。トッピングはいかがですか。もうこれはそのまま。はい、そのまま付け合わせていただいて、でミックス。はい、はい、なるほど。はい、これでスペシャル鶏天ミックスミッとミックス巻きか、はい、とかしわごぼ天で注文確認画面へスペシャル鶏天ミックスで、これは巻き物のミックスかしわごぼ天うどん注文する。なるほど。うわ、美味しそう。めちゃくちゃ美しいぞ。本当これ見て。いや、美味しそう。いや、美味しそう。こんな、いや、博多のうどんでさ、こういう感じの麺の出し方ってあんまないよね。確かに。うわ、美味しそう。スペシャル鶏天ミックス。しかもでかいな。でかいよね、うん、いやだから器がいいんだよ。確かに。で巻物がつくやつですね。はい、あのこれミックス巻き。あー、おいしそう。ミックス巻きもなんかいろんな巻物なんだよね。おいしそう。とりあえず夏場なんで。あ、そうですね。あー、おいしそう。いいよ。あー、いいですね。よし、そしてちょっといっちゃうよ。おいしそう。いくよ。はい。うわ、おいしそう。うわ、美味しそう。うわ、美味しそう。これ絶対うまいでしょ。美味しそう。ねえ、これはうまそうだよ。確かに。で、よし、じゃあまずは具をいかずに麺からいってみましょう。そうですね。あ、ちょっと平打ち麺ですよ。本当平打ち麺や。ね、本当や。あんまり博多のうどんで見たことない、ね、うん、平打ち麺ってね。ね、あー、美味しそう。いただきます。ガクめちゃくちゃうまい。これね、いや、まず麺、あの普通の俺たちが考えてる博多のうどんの麺とは全く違う。平打ちだけど、あのね、やっぱり中にちょっとやっぱあのコシがあって、表面はツルツルでコシがあって優しくって、で言っていいですか、新しい博多のうどんの波がやってきました。だしもめちゃくちゃ美味しい。あの九州のちょっと甘みのあるだしで、この鶏手いきますよ。美味しそう。揚げ物うまそう。うまそう。胸肉ふっかふか、めちゃくちゃ美味しい。そう。ガク、これは本当に
茄子も熱々で最高です。いやうまそう。いや堀蔵さん、ここ見てよ。お七味も、あ本当だ、柚子七味も、はあ、それから辛いやつとか天ぷらの塩とか。本当だ、巻物ですか。売りだって言ってましたもんね、推しですってね。で醤油をちょっとかけた方がいいよっていうことなんで、醤油をちょっとだけかけますね。あ美味しそう。よし、じゃあ僕このチキンカツが好きなんで、うん、ミックス巻きいただきます。ザク、うどん屋さんっていなりのイメージだと思うんですよ。巻きめっちゃうまい、海苔の風味、それからねシャリがねちょっとね甘い系のシャリなんです。だから醤油かけてちょうどいい。いやこれは最高のうどんですよ。うまっ。うわ来た、美味しそう。これも美しいね。本当、あなんかいいうどんっすね。なんかいやしかもさ、今このうどんから出てくる湯気が俺の鼻孔に入り込んで食欲を刺激しています。めちゃくちゃ上品な。あじゃあまずスープからいきます。超絶美味しい、激うま。あーこれね、あの今日かしわうどん頼んでるじゃないですか。だからこのかしわをね炊いた甘いこうかしわの旨味がうわーっとこうねあの出汁に出てんですよ。だから本来の何にもこうねそういう甘みが出てないうどんの出汁もいただきたかったけれども、これはこれでうまい。いやちょっとさ、このね特製イカ天かす、こういうのもさ、あいいっすね、ちょっと行きたいよね。よっ、あーいいいい、よっ。そして柚子七味、あー嘘。いやこれガーク、めちゃくちゃ上品だぞ。じゃあちょっと、うわー嘘。この細麺のさ、いや嘘、ツルツルした感じ、柔らかい、そしてツルツルの少しコシがある優しいうどんです。本当に素晴らしい博多うどんが出来上がってます。ちょっとごぼ天もいきます。いいですね、はいはい、うん、これはこれでまた別に食べることで食感が違って最高です。いやガク、めちゃくちゃ美味しかったね。昔ね、川端に川端うどんっていう、まあ博多うどんがあったんですけど、そこがね、平麺でね、こういうつるっとしててもちっとしてて柔らかくて美味しかったんだよね。いやそれを彷彿とさせる、いや素晴らしいうどんです。